ディオニューシア祭りとは、神、ディオニューソスを祝して古代アテナイで催された大祭りである。主要な催しは、悲劇の上演であるが、紀元前487年以降は、悲劇も演じられた。これは、パンアテナイア祭りに次いで重要な祭りだった。ディオニューシア祭りは、地方のディオニューシア祭りと市のディオニューシア祭りという二つの、還元する祭りからなり、年中各地で行われたが、 これらはディオニューソスの悲劇の一端を担うものであった。ディオニューシア祭りはアッティカのエレウテライで行われていた、おそらくはブドウの木の栽培を祝す地方の祭りであるディオニューシアタカットアグレスを起源とする。これは非常に古くからの祭りで、もともとはディオニューソスとは関連しなかったのであろう。地方のディオニューソス祭はポセイドンの月に執り行われた。 主な催しはポンペイという行列で、ファルスがファロポロスによって運ばれた。ポンペイにはカゴを持つ少女たちからなるカネポロスや、長いパンを運ぶオベリアポロス、その他の捧げ物を運ぶスカッペポロス、水を運ぶヒドリアポロス、ワインを運ぶアスコポロスも加わった。ポンペイの後、コレーゴスに引きられたコロスにより、ディトゥランボスが歌われた。前年に、 市のディオニューシア祭りで上演された悲劇や、喜劇も催し物の中に含まれたかもしれないが、これはピレウスやエレウシスのような大きな町では一般的なことだった。アッティカ地方の町では祭りが違う日に行われたため、見物人は季節ごとに複数の祭りを見に行くことができたが、これは年に祭り以外に市の外へ出るチャンスがなかったアテナ市民にとって旅行する機会となり、 劇団が複数の街で祭りの日に演じることをも可能にした。喜劇サッカーリストパネスは明るないの人々の劇中で地方のディオニューシア祭りを滑稽に模倣している。大ディオニューシア祭りとしても知られる市のディオニューシア祭りは都市部で行われる祭りで、紀元前6世紀に選手ペーシストラトスの時代に創設されたと考えられる。 この祭りは、地方のディオーニューシア祭りのおよそ3ヶ月後、現在の3月中旬から4月の中旬にかかる、エラペーボリオンの月に行われたが、おそらく冬の終わりとその年の収穫を記念したものだろう。伝説によれば、この祭りは、アッティカとボイオーティアの境にあり、アッティカに属することを選んだ町エレウテライの流儀に、習って確立されたとされる。エレウテライの人々は、アテナイに、 ディオニューソス像を持ち込んだが、アテナイの人々は当初これを拒絶した。そこでディオニューソスが男性疾患を流行させてアテナイの人々を罰し、彼らがディオニューソス信仰を受け入れると、神は病気を回遊させたと伝えられている。この出来事が毎年市民がファルスを運ぶことで再現された。死の祭りは比較的新しく草案されたもので、王ではなく、 紀元前7世紀に設けられ、宗教的な祭りを主催するエポニモスアルコンによって取り行われた。アルコンは選出されるとすぐ、祭りの開催を支援する二人の補佐役と十人の世話役を選び、市のデゴ入試や祭りに備えた。祭りの初日に、ポンペイが行われ、当てない市民、外国人居住者、 アテナイのコロニーの代表者らの行列が祭りの主役であるディオニューソスエレウテレスの木像を運びながらアクロポリスの南斜面にあるディオニューソス劇場へ向けて行進した。地方のディオニューシア祭りと同様に彼らも木や聖堂でできたファルスを運んだ。また、より大きなファルスが台車に乗せられて引かれた。カゴ持ちや水運び、ワイン運びも行われた。 紀元前5世紀半ばでロス同盟が絶頂にあった時には、アテナイの権力を誇示する様々な寄贈品や武器も運ばれたが、その行列の中には劇場で犠牲に捧げられるお牛もいた。行列の中で一番目立ったのは贅沢で華ビな服をまとったコレゴスだった。ポンペイの後、コレゴスは合唱隊を率いて熱狂的な参加の共演を行った。 これはとても競争的なもので、最高の笛の名手が音楽を演奏し、指紋にデースやピンダロスのような詩人が作詞して、提供した。共演の後、お牛が犠牲に捧げられ、すべての当てない市民のために共演が開催された。これに続いて、コーモスという行列が行われたが、これはおそらく通りを練り歩くお祭り騒ぎだったのだろう。翌日、プロアゴーンで、 劇作家が演じられる劇のタイトルを発表し、審判が9時で選ばれた。プロアゴンが当初どこで行われたかは分かっていないが、紀元前5世紀中頃以降はアクロポリスにあるペリクレスのオーデオンで行われた。プロアゴンは、年間を通じて、アテナイに何らかの貢献をした著名な市民や、外国人を表彰する場でもあった。またペロポネソス戦争中は戦争で孤児になった、子供たちが、 オデオンに参列したが、それはおそらくは彼らの父に敬意を表すためと考えられる。406年に劇作家エウリピデスの死が告知されたのがプロアゴンであったように、ここはその他の告知の場としても用いられたようである。ローマ時代のデュオニューソス劇場の創造図ポンペイの間にデュオニューソス劇場は小豚をイケゲにして清められた。伝説によれば、 紀元前534年ディオニューシア祭りで初めて悲劇がその名がセスピオンの語源となる劇作家兼俳優のテスピスにより上演された。彼に与えられた賞品はディオニューソスの象徴であるヤギだったが、これはヤギの歌を原理とするであろうトラジェディーの語源になった。翌3日は悲劇の上演に当てられが、1日に3作の悲劇と1作のサチュロス劇が演じられた。 アイスキロス、エウリピデス、ソポクレスラの作品を含め、現存しているギリシア悲劇のほとんどがディオニューソス劇場で公開された。アルコン、エピメレタス、審査員は最前列で鑑賞した。悲劇作家が死のディオニューシア祭りに公式に参加したのは、紀元前487年、内百486年からで、祭り6日目に悲劇後作品が上演された。悲劇は、 ディオニューシア祭りでは二次的なものであり、むしろ年始に行われるレナイア祭りにおいて重要だった。しかしディオニューシア祭りで受賞する方がより大きな名誉であると考えられていた。紀元前5世紀の古典時代以降は過去の作品が再演されるようになったが、これは監修が質の劣る新しい作品よりも古い作品の再演の方を好んだことによるらしい。 また演じられる劇の数もまた変わり、ペロポネソス戦争の間は通常を上演される喜劇は3作だけだったが、紀元前2世紀になると喜劇は全く上演されなくなった。2世紀以降悲劇の新作は見られなくなったようで、この時点では古い作品だけが上演された。しばしばディオニューソスはアテナイ人が抑制しようとした野蛮な。ディオニューシア祭りもおそらくは、 感情的な悲劇や不損な喜劇を通じて、人々が抑圧されたものを発散する機会であったと考えられる。ポンペイには反転の要素もあり、その間は仮想階級は上流階級を女は男の親類演者をからかったり冷やかすことができた。これはアイスクロロジアもしくはトタスモスとして知られるが、エレウシスの悲劇にも同様の概念があった。 月期は日常の生活の中では普通は話されず共有し得ないであろう考えを浮き彫りにした。例えばアイスキュロスのペルシア人では愛国的なアテナイ市民がペルシア人に対して同情的になるがこれは普通の環境においては愚かしいと思われるだろう。アリストパネスはアテナイの政治家や著名人をあざけりペロネソス戦争の真っ最中に反戦劇。 女の平和でさえも上演した。ディオニューシア祭りでは、通常なら口にできない批判すら許されたのである。ありがとうございます。